こんにちは。キウオタ、さっちゃん、浅川和光の隣、ぴょっぴ、お兄さん、たけ、しんいち、チーズ、かずっぴ、コットン、ガルボンチ、ならいちゃん、みやん、あつし、51歳、もっと広島市民、なおきなす、坂本ちゃん、7、こんにちは、広島県出身、21歳の、ペコの藤本風花です。こんばんは。今日は保険配信します。こんにちは、初見です。風邪なの？あ、初見ありがとうございます。風邪ではないんです、ピンです。こんにちは、保険配信です。今日は夜は無理なのでお昼にやります。昨日ハイウェイガールズのイベント楽しかったです。昨日そんな話をしました。小栗ゆいさん推しですが、偶然見かけて可愛すぎ。私ですか？マスクしてない時に来てほしい。麦田さんですか？私のことを調べてみてください、ツイッターなどで。そうなんですよね、最近はね、休みの日とか極力お化粧するのやめよう作戦にしたんですよね。前も言ったんですけども、このお仕事をし始めてから毎日お化粧をするようになって、肌がねものすごいね疲れちゃうんですよね。そうなんです。なのでね、ショールームマスクでやるんかいっていうあれもあると思うんですけどね、まあでもすっぴんです、すっぴんすっぴん。本当にね、ファンデーションも何もせずに本当に血色感がないので、ほっぺも何にも、ほらもうやばい、ニキビがもうあるんですけどね、あれなんです。もうちょっと肌を休めようということで。思います。このマスクはね、メンバーがもう本当にいろんなメンバーがみんなしてるんですけどですね、洗って繰り返し使えるんですよね。そうそうそう。なので普通の使い捨てのマスクだと切れないんですけど、これだとそう、メンバーもね、いろんなメンバー使ってるのでいろんな色があるんですけど、そうそう、私だけじゃなくてすごい今流行ってて、メンバーの中でもみんなつけてますね、これ。ただ私が配信するときにこれつけてるからあれですけど、みんなもねこれつけてます。いろんな色持ってます。何回も使えるのでね。お、今度久しぶりに握手会に遊びに行こうと思っていますが、よろしいでしょうか。だって、お、4番目の姉さん、来てください。多分ね、5時発売が、握手が5時から抽選がなくなるそうなんですけど、でもね、もうちょっとしたら始まるそうなので、ぜひ来てください。ぜひぜひ来てください。そして昨日、ブログを書いたので、ブログ読んでくれましたかね？しっかり読んでくださいね。最近は忘れずに。書いておりますので、ぜひぜひ。お願いします。お昼ご飯はまだ食べてないですね。お昼ご飯食べてないですね。
く読んでありがとうございます。ぜひぜひ読んでくださいね。僕もこれからお昼ご飯だって、いいですね。でも最近はあれですね、なんだお昼を食べることはあまりないですね。お昼っていうか、なんだろうな、もう生活リズムがちゃんとしてないので、あれですね、一日朝は朝ごはん、昼は昼ごはん、夜は夜ごはんっていう生活はもうここ何ヶ月もしてないですね。SKE に入ってからはしてないですね。朝になったから朝ごはん、昼が来たから昼ごはん、夜になったから夜ごはんっていう夕食生活にはなってないですね。もうすごいね、生活のリズム的に夜型になったので、朝が多分10時とか11時とかに軽く食べて、それぐらいに食べたからちゃんと12時にお腹が空かなかったりして、みんなもそんな感じだと思います。みんなわかんないけど、10時11時ぐらいに、まあ、朝ごはん軽く食べて動いて、そしたら3時とか4時ぐらいにお腹が空くからみんなでコンビニ行って夜ご飯食べるみたいな感じになって、そこで軽く食べて終わりみたいな。でちょっとお腹空いたら8時9時にまた食べてみたいな感じですね。公園のがある日とかはもう本当に朝夜兼用みたいな、朝ごはん食べたらお昼はずっとリハーサルとかがあるので食べる期間を逃し結局夜になるみたいなみんなそんな感じだと思います。ちゃんとしてない、でもしょうがないですねこんにちは、ふうかちゃんだって。こんにちは。朝夜兼用、朝夜兼用じゃないや、昼夜兼用ですね。そう、昼夜兼用みたいな感じですですね。まあ時間があれば食べるみたいな、細かく食べる時もあるしみたいな。リンゴ酢飲んでる、リンゴ酢めっちゃ飲んでる。まだ大きい箱のやつがあって、STU の公演、STU さんの公演さ、変わったよね。変わったっていうか新しいのがさできたよね。なんか禁じられた二人とかさあるっぽいですよね。 SKE の曲もキスキキとかもさありますよね。やってみたい、めっちゃ。あとユニットがめっちゃ多いですよね。めっちゃ楽しそうじゃないですか、 STU さんの新しい公演。なんか SKE の曲も入っててなんかすごいいいですね。 STU フェスティバルとかもあるんですよ。これが STU フェスティバルってなるのかな。お決まりで気に入ったら、知ってる知ってる。やっぱペアになるよね、あの二人さんは。いいと思う。どっちがお姉ちゃんかな、やっぱおきさんかな。エコラブの曲もあるしね、すごい楽しそうだよね。こんにちは、こんにちは。やっぱ沖さんだよね、お姉ちゃんね。今からリリースイベント見てきます。おお、あれ、ありがとうございます。今日が12日、いつだっけな、 CD は確か15だ。今日が12で、あと3日で、CD お渡し会がにあるんです、発売日に劇場で。なのでぜひぜひ直接
もらいたいなっていう人は来てほしいですね。成人式明日、そうね、懐かしいですね。今年はさやちゃんがね出ますね。9期生の中でも同級生がいない組も私もあるし、さやちゃんあるのでね、早いっすね。本当に早かったですね。私なんか入って2週間だったもん何も分からず。しかもなんかそのなんかお仕事が入ってて、お仕事じゃないや、レッスンだな、レッスンが朝から夜まであって、夜に旅立って本当に2時間ぐらいしか寝れずに成人式に出て、で成人式終わった後も朝からレッスンがあって、もう本当に夜までレッスンして、新幹線でかけて行って、着いたら2時間ぐらい睡眠して、したらもうすぐ起きて、ほぼ寝ずに、でも寝ちゃったら多分起きれないと思ったから多分寝なかったと思う。ほぼ本当に2時間ぐらい、1時間半とか2時間ぐらいしか寝れずにまま行って、朝早くから準備して成人式迎えて、名古屋に帰ってきたらもうすぐ休む暇なく、本当に すぐレッスンみたいな感じで、すぐレッスンして、入ってすぐだったので毎日レッスンがある期間の間に成人式があったので、レッスンを夜までして、成人式やって朝からまたレッスンみたいな、もう本当にヘトヘトだったあの日は。そう、実はね、実はそれでめちゃくちゃほぼ寝ずにみたいな感じでしたね。うん、初めてこんな寝れないんだ芸能人になったらっていう感じを入ってすぐ味わいましたね。そうそうそう、一つの行事の前にもそのいろんなお仕事じゃない、レッスンとかいろいろ入りながらこなしていかないといけないんだなという感じでしたね。そう、今だから話せることですがね、その時はもうめちゃくちゃ新幹線の中で寝るみたいな感じで、も成人式そう本当に出られてよかった、それで初めて知ってくださった方もいたし、もう私自身もすごいね、入ってからすぐね出れると思ってなかったし、成人式なんか人生の中で一度しかないじゃないですか。それでまあ地元の成人式には出れなかったんですけど、そう、人生の中で1回しかない成人式をたくさんの地元の成人式に行ったら行ったで、まあ、地元の友達と会えたりとか写真が撮れたりとか先生に会えたりとか、まあ、いろんな良さがあるとは思うけど、その人生の中で誰もがさ、すごいフラッシュを浴びて、なんかいろんな人におめでとうって、家族とか友達以外からも成人おめでとうって言ってもらえる機会なんてそうはないから、そう、よかったなぁと思いましたね。そう、非常にそう思いましたそう、地元はね行けなかったんですよ。でもしょうがない。でもね、その時に成人式の時になんかね、初めてね、ありがたいことになんか初めての藤本さんですっていう風に取り上げていただいて、取材っていうかね、記事にとかもしていただいて、それを地元の友達とかが見てすごい喜んでくれてたから、まあそれはそれですごく嬉しかったなと思いましたですね。ということで15分経つので、そろそろ先にランキングを読んでおきます。お、だったった、15分経過しました。286日連続配信中、ありがとうございます。13番ボル、12番カズッピ、11番ミヤン、10番ヒナッピ、9番リト、8番シギラとマクリッピオシ、7番アッシー、6番ム、5番ケン、今日の絵はボブさんです、クキー、3番ヤマ、可愛すぎるフイさん推し、2番大阪ヒロシ、1番ショータッピさんです。1757人の方ありがとうございます。ギフトくださった方、コメントくださった方ありがとうございます。手をつなぎながら公演がもう1時から始まっているので切ります。バイバーイ。